お疲れ様でございます時価総額今日だけでもかなり上がってますねついに883兆円になりましたいやこれはねドミネーションを見るとビットコインだけが伸びてますんでビットコインの力だと思いますよもうすぐ1100万円になりそうじゃないですかまあイーサリアムもそれにつられてね40万になりそうですけどもねエクサピーはまあ同じ自分だけのマーケットを作ってます 体のもうちょっと上がってますね。これ全体的になかなかいい塩梅になってると思いますよ。やっぱりトランプ大統領、それからハリス大統領、両候補の選挙の行方っていうところに注目が集まってるんでしょう。おそらくトランプ大統領が再選されて、で、トランプ大統領が暗号通貨のね、規制緩和をすること。それから、まあこれは、まあ裏情報というかね、不,不確定な情報ですけども、 法定通貨についにビットコインを採用するんじゃないかなというふうなことがなんか言われたり言われなかったりでございますドルから脱出してですねビットコインを世界通貨としてアメリカが先導して採用するそんな未来になったらビットコイン1ビット1億円とかそんな妄想も描けるかもしれませんとにかく暗号通貨今また注目の急騰が出てきてますねすごいですねそれじゃあ